はい、えー、森永英子さん、よろしくお願いいたします。えー、最終日はフナーレで、キレッキレのダンスで、ノリノリの弾けた。えー、羽生選手が、ええー、見られたようですね。私は。 震災の当日の11日のライブビューを見に行ったんで、羽生選手も悲しそうな印象で、私も悲しく辛くなりました。震災時、津波や火事、原発のテレビ映像を見ていたら、日本がもう終わったような気持ちになって落ち込みました。 えー、月日が経ち、えー、遠く離れていると、えー、震災も忘れがちになりますが、羽生選手の言葉や講演を見ると、えー、思い出していきます。忘れてはいけないことだけど、忘れることも、えー、大事かなと思ったりうん、えー、2日目の悲しげな羽生選手じゃなくて、えー、最終日の楽しそうな羽生選手を見ると、私も、えー、幸せな気持ちになりました、えー。羽生選手の言う幸せを届ければ、じゃなくて、羽生選手の幸せそうな顔を見ることが私の幸せで、 えー、たくさんの方もそうだと思うけど、うん、一人で背負わないようにと願いました。いや、本当ですね、本当は、羽生選手の幸せを見ることがえ、ファンの皆様の幸せになるというふうには思いますけども、いや、本当にこの乗ってきたらた、本当にちょっといろんなね、感情になってしまうということで、うん、まあでも、昨日も話しましたが、2日目は本当にそういった、えー、ちょっとかなりね、うん。 考えさせられるような、えー、テーマだったなと思,思いますよね。えっ、ー、と藤原智子さんおはようございます。 君お疲れ様です。えー、ただいま、えー、日本は13日の月曜日、13日月曜日、えー、陸上フィリアありがとう、えー、コメントオフになっていたんで、こちらへコメントしました。えー、耳を澄ましたらテレ,ビがテレビがついていましたね。かむくん、少し痩せましたか引っ越しがあったり、忙しかったから大丈夫かなただいま、えー、日本は17時、なんとエブリィに羽生選手がリポーターで出演、えー、被災地からの初リポーターとしてあふれる思いを、えー、宮城からこの12 年間避難して帰ることができない方のお話を発信していました。3月11日14時46分、黙祷羽生選手の目から涙が氷の上に落ちて、そして乗って捨てられたと、針を、鯉を舞う羽生選手、ニュース番組でもあるので、出演時間は1分足らずですが、羽生選手は確実に動き始め、止まる気配なしですね。司会者が体は痛くないですかの質問に、体は大丈夫です。でも 心が痛いかなと何か言いたりなさそうな感じでした。なるほど。でしたが、初めての木原さん、えー、空一郎って羽生選手の優しい声が下をしょに響いて、えー、次のお天気コーナーにつなげていました、えー。次の被災地からのリポーターは夏の24時間番組かなと思いました。はいはい。ということですね。羽生選手、体は痛くはないけど、 心が痛いかなっていうのがちょっと気になっちゃいましたね。はい、大丈夫でしょうか。そして僕ね、痩せましたかねうん。ちょっとなね、あの、最近ちょっといろいろあった、まあ、特にあれじゃ、ね、あの、は特にその、重いもんではないんですけども、うん。はい、ありがとうございます。 マザードギアさん、よろしくお願いします。カブさん、こんばんは。私はラジオを聴くようにカブくんテレビをずっと聞いているんですが、私のコメなどはすっとばしてもいいので、睡眠不足と感じられたら、少し歌ためでもまったりしてくださいね。いつもは全部聴いたら、動画から離れるんですから、がびっくりさんで書き込みをしてしまいました。連投するとカブさんの負担が増えて疲れてしまうので、ごめんなさい。先ほどのコメにも、もしもという表現を入れる のを忘れてしまったみたみいですえなので今回羽生くんの故郷東北宮城でお二人は共演をしましたがいつか内村さんの故郷九州で共演もあったらいいなという願望でコメ、えー、しましたなるほど、うん、九州地方のファンの皆様がそんなニュース出てないよと思われた、えー、大変なので、うん、でもいつか本当に西日本九州上陸したらいいですねあでもこれは可能性としては大きいかなってちょっと思い始めてますね カブ君テレビでも東京ドームでやるかなって言ったら東京ドームでやったりもあったので、いや、これは、あの、思ったことや願いは、やっぱコメントにするといいっていうのはありますよ。うん。あの、ぜひ、九州、羽生選手を待っておりますので、ね、あの、故郷が、内村さんの故郷が九州ということなんで、これは、あの、可能性としてはありえますね。うん。あの、続きまして、体操のショーで羽生君が逆に招待されたりとかっていう可能性もあるんでしょうかね。 うんえー、内村さんの体操のショーで羽生選手が陸上フィギュアでやるっていうね、うん、それを僕はちょっと考えてます。 はいえー、レモンミカンさん、よろしくお願いします。羽生結弦さんは、乗ってしたラータ公演3日間を無事に終えて、えー、今日13日の夕方には、日テレニュースエブリーに出演されていました、えー。羽生さん、お疲れ様でした。1月に福島県の富岡町へ行き、いわき市に避難された方に再会をしたり、取材の放送をされていました。うん、羽生さんは、この震災関連であと2、3回取材と出演をするようです。YouTube にも出てました。あ,ありがとうございます。あのそういうい いうことみたいですね。2、3回サイトで出産と出る出演するということなんですね。うんはいということでございます。 えー、サラさん、よろしくお願いします。私は凡人なので、えー、幸せを削ってでもと聞いたとき、結婚を諦めてスケートに邁進するという意味かと思いました。えー、それもありかとは思いますが、羽生選手と思うように生きてほしいと思います、えー。人生1回しかないんです。もっと楽しく生きてください。えー、自分を犠牲にしたいでください。うん、いやー未だにちょっとこれは羽生君にしかわかりませんね。でも、さっき心が痛いっていうのはありましたね。これ一体どういうことなのか。心幸せを削ってもというところと、何か リンクししてるんでょょうかねちょっと気になって、気になって、気になっちゃいますね。羽生選手のこういう言葉って結構気になるんですよ。うん、結構何かのメッセージになってると思うんで、一体どんなメッセージがあるのか。た、まあ、多分ですけど、やっぱり注目されすぎたりとか、やっぱそ,のそ,れ,にそれゆえの悩みだったりとか、あの羽生結弦でないと、羽生結弦であることが重いっていうなんかことだった,あったと思うんですけども、やっぱそういうこのやっぱり責任感だったりとか、 そういうところがあると思うんで、でちょっとなかなかね、心が休まないと思うんですよ。うん、そういうところでの、あれでしょうかね、うん、難しいですね、本当に。はい えー、サラさん、もう一度です。羽生選手がご自身を犠牲にしたら、ファンは悲しくと、悲しく思います。羽生選手の夢を追う姿を見て、ファンは現実逃避ができて、前に進むことができるのです。うん、あ、ということなんですよね。だから本当に羽生選手がやりたいことを、まあ、スケートにやると。うん、ということでね、うん。まあ、いろんな羽生選手はやっぱり、こう、いろんなストーリーっていうのを作っていきたいっていうところがあるかとは思うんですけども、まあ、それが逆に重荷になってしまったりとか、うん。 ちょっとうまくいかなかったりとかして悩んだりとかして悩み込んだりとかああこれやってよかったのかなっていうそういった後悔だったりとかいろんなことがあると思うんですけどもねうんはいアーニャさんよろしくお願いしますカムさんこんばんはなんと「ニュースエブリ r 宮城も羽生さん生出演部分は放送されません」ってえっどういうこと ちょっと待って、おかしいですね。ノッティストラータのことと福島県富岡町での取材部分を地元番組に大盤デスターで放送しただけ。どういうこと羽生様のお膝元よえ。羽生さん、昨日の今日で東京にお仕事行ったんですね。労働基準法を守っているのかなっていうね。あ本当ですよね。ちょっと、えー、かなりな仕事になっちゃってるのかなっていう感じがしますけども放送にせ見でも。 されない,といのこれは一体ななな何がしたいのかなっていう感じがするんですけども。えハニープーさんえ、羽生選手は個人事業主なんで、労働基準法は適用対象外です。え社員契約ではない、芸能人も同様、あ,ありがとうございますということですね。あ、アーニャさん、働きすぎではという意味での例えだったんですよ。あ、なるほどですね。うん えー、ハニープーさん、えー、それは失礼しました。えー、それにしても、えー、本当に、羽生選手、精神的にも、えー、働きまくってますね、と。うん、いや本当なんですよね。だから、心がね、なんか、ね、いろいろ、こう、なんかある、あるということなんで、ちょっと心配にはなっちゃうので、まあ、休み、休んでほしいって言っても、まあ、なかなか難しいっていうところで、うん、でちょっとね、本当に、まあ、僕だったら、なんか、ね、南の島にバカンスとかね、行った方がいいんじゃないかなっていうことを、ちょっと思っちゃうんで、そういうわけにいかないんですよね。なので、どうしましょうかっていうね、うん。 いうことですよ。はいはいえー、それではありがとうございました。これで以上になります。